cats organized neatly. ちゃう。たまには猫毛で癒されるってのはどうかなと思って買ってみたんやが。いいっすね。クリック、ああ、なるほど。チュートリアルか。新しい猫を見つけたこの子はフルフ。ほとんど猫は水が嫌い。フルフは他の猫とは違う。彼女はお風呂に入るとふわふわ。え？ちょっとよくわかりません。見てみて、新しい猫見つけた。この子はリンと。あ、これキャラクターってことか。入る向きと入らへん向きがあるのかな。あ、そういうわけじゃないのか。ちょっとなんか。ふと思ったんやけど、パズルゲームって多分ストレスたまるんやろね。後半たまには癒しようと思ったけど、まあね、このままステージ最後までいけりゃね、スッスッスッといければストレスもたまらずいい気分で寝られるかなと。見てみたらしい猫を見つけた。この子はウルフ。ガーデンのドアに座るのが好き。その姿勢から通る人は何かをガードしていると思っている。こんな感じでどうでしょう。これ猫？猫か。ラフ、ちょっと名前覚えられ、多すぎて覚えられませんわ。こんな感じにしてみた。ちょっと違うな。ちょ、何も考えず無心に置いていきたいよな。パンダ。葉っぱ？お邪魔ブロック的な感じか。これなんと値段、お値段が200何円やったかな。230円とかかな。もうちょっと高かったか、さすがに。普段こういうゲーム、まあ、ピクロスとか、まあ、好きっちゃ好きやけどね、あんまりこんな種類がないんで、こういうゲームが出るとまあ当然ほらもうやらなあかんよね、というか買ってしまうよね。パズル買うってやったら選択肢だいぶ少ないからね。これはちょっと違うな。レベル13、ちょっとずつ難しくなってきてるね。これちなみに押したら次、あ、いいえいいえ、全部やっていこう。ここ入れてしまって、ここの一つに何が入るか、これか。川とかそういうのをついに入るんやろか。あれ、え、マール今の、なんかクリアしたはずやったけど、特に何も表示されないっていうか、先に進めんくなった。
あ、そういうバグもあんのかな。進行不能バグ的な。あ、いけてきた。俺が最初余計なボタン押したからか。キーボードを落とすことが一番好き。ほら、まいるな。そんなんされた日には、あ、でも可愛いからいいか。いやー、むっちゃ時間かかったな。あ、ちょっと好きかもしれん。これはまずいぞ。新しい仲間がどんどん紹介されてるんやけど、なかなか覚えられへん。あれ、なんか足りなくない？あ、ちょっと尻尾が長くなってるのか。
ちの方がいいのかな。お、なんか違うな。これはでも隅にあった方がいいと思うよな、個人的に。女子や。これはここしか置けへんやろ思わせて実はってのはあるよね。いや大丈夫やった。おお、ちょっと多くなってきた。あ、まずふんわり。反対や。いやいや、頭の体操になるな。マリア、マリア、どこに入れてしまうか。眠くなってきた。じゃあ時間いくらいなんで、今日はこの辺で。ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。